はい、どうも皆さんこんにちは、通りすがりのです。本日2022年12月8日にですね、仮面ライダーバトルガンバーレジェンズの情報が解禁となりました。ティザーサイトと TV が公開されてますので、まずそちらをご覧になってからこの動画をご覧ください。いやー、ガンバーレジェンズが終わるってことは IC カードとかライダーカードが使えなくなるんだろうなーと大思いの底のあなた、なんと IC カードもライダーカードも継続して使用することができます。これはですね、ガンバライドからライジングになった時になかった仕様となります。最近サービス終了したトライエージがですね、アーセナルベースに、移行した際はトライエージのカード約10年分のカードが全て使えなくなったんで、今回もそうかなと思ったんですけど、なんとライジングのカードも使えるということで、これはシンプルにすごいと思います。まあ、ただ注意書きにあるように、必殺技とかは性能はそのままにならないと思うんで、まあ、今の環境カードがガンバレジェンズでそのまま刺さるとは思えないですね。で、ここからは PV から分かった情報を話していきたいと思います。まず筐体ですね。筐体はアイカツプラネットの筐体を使っております。筐体についてはですね、また後々話していきたいと思います。そして、バトルシステムなんですけど、4対4のライダーバトルになると思います。カードを4枚使うというのも、アイカツプラネットの筐体がですね、4枚カードをセットするところがあるんですよ。アイプラ自体では3つしか使ってなかったんですけど、実際はね、もう一つレーンがあるので、ついにガンバレジェンズでそこを解放する時が来たのではないのでしょうか。で、バトルの内容なんですけど、正直わかりません。ライドからのルーレット形式はね、まだ継続するんじゃないのかなと思っております。先ほども言ったんですけど、アイカツプラネットは2画面のフル HD モニターを、使用しているデータカードを出す R という、シリーズですので、まあ、全てタッチ式。まあ、なのでガンバライジングみたいにカードをこすったり、ボタンを押してルーレットを止めたりっていうのがね、なくなるので、まあ、どうなっていくのかなと思っておりますね。そして、最初に IC カードが、引き継ぎできるっていうのを言ったんですけど、アイカツプラネットのデータを記録するカードはですね、バーコードでしたので、ガンバレジェンズもバーコードになるんじゃないのかなと思っております。QR コードの読み込み部もついてますので、アイテム連動もまだまだ続くと思います。まだまだカードのデザインとかバトルシステムは分かってないんですけど、まあ、ガンバレジェンズを超えるですね、面白いバトルになるんじゃないのかなと思っているので、ご期待くださいということで、本日の動画を終わりたいと思います。バイバイ。